はい、皆さんこんにちは、なっちです。降臨チャレンジの、コシュマルですねに挑みます。4個目ですね。コシュマルなんでね、超地獄じゃないんでしょう、ね、超地獄だったら本当にずっと周回したかったんですけど残念。今回は地獄級ということで、まあどんなパーティーにも勝てる気がしますけどね。でこの前僕があのねスルーされまくったコシマルくんですね。あのスルーの整理するとアスタロトにプラスを振る気がなくなったっていうのがありますね。次回降臨した時は頑張りたいところです。はい、暗闇か。前回は確かアテナパーティーで、アテナパーティーで回ったんで暗闇は特に気にしなかったんですけど、いかん全然くめん、弾いて、ダメか。欲張らずにね、欲張ると僕は失敗するんで、はいはいはい、適当に暴れといてください。なんか違う、なんかぐだりすぎじゃない一回から。なんだろうな。なんか感覚がつかめない。はい、やっと突破です。2回何だったっけね。お前らか。お、デモンが2ターン湧き。デモン2ターン湧きということは、とりあえずサイドを全体攻撃で倒しましょうかね。光やっちゃうとまずいかな。うん、なんであいつらを先に倒したかはちょっと自分でもよくわかんないですけど、どうせね変換しちゃうのにね一緒に倒せばよかったじゃないですか。デーモンがこれで死ぬかな。はいはいはい、高いですね。でこのデーモンちょっと痛いんですよ、ね、なんか普通のデーモンより痛い。ソロだからかな。いつもデーモンと2体セットだから火力を抑えられてるのかな。ああお前か。鬼属性はおりません。あ、封印があるんでしたねこいつ。やべ、ワンパンスやばった。倒すもしくは半分前ぐらいで、あらあらあら、弾け。素晴らしい、ペルセウスさんありがとう。まだスキル使わずに突破しましょう。ポイズンブーケよし、木はありますね。つなげろ。今のは欲張ったけど成功した例ですね。はい、そしてアモン三条、アモンさんか。はい、じゃあどうしましょう。ここもういいっすかね、倒しちゃって。はい、フレイヤもドン、よし、オッケー、さよなら。でもボスもアバロンで終わりですね。ファンタジーが4コンボ以外、5コンボ作らないといけない。この盤面なら作れる保証はない。よし、落ちてください。できれば欲しいです。ありがとう。というわけでコシマルさんいただきました。じゃあ混ぜて終わりましょうか。15スルーね、したね、あの神モンスターがね、ある意味神モンスターが、まあ、ここで1分の1を引くわけがないんですけど、どこ？あ、副属性があるのか。ぽいぽい。さあどうなる？
そうですね。まあ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 。